今、緊急で動画を撮っています。アセヒト諸君、こんにちは。この度ですね。トマトちゃん。また、晒された。アセヒト諸君は言うだろう。またからピーと。そう、私は以前も晒された。詳しくは、右上のリンクの動画を見ていただきたいのだが、某ゲーム情報サイトに、トマトちゃんが、晒された。メリナオヒの滞在で燃やし倒すという、トマトちゃんの愚行が、全世界に拡散されたのである。それ以来、トマトちゃんは、食事も喉を通らず、ひたすらサインを書く練習をしていた。そして、それは未だに完成していない。サインは、こだわり出したら、キリがないのだ。おっと、話が逸れてしまった。そう、トマトちゃんは、再び晒されたのだ。なお、今回は、某ゲーム情報サイトではない。こちらをご覧いただきたい。こちらは、Twitter のとある人物のプロフィールだ。モモンゲ、氏だ。彼は、これまでに、様々なイラストを投稿してきた。例えば、こちら。モモンゲ氏は、SD キャラ。いわゆる、スーパーデフォルメキャラクターの、イラストを描く、神絵師である。様々なジャンルのイラストを描くが、ソウルシリーズ。特に最近は、エルデンリングのキャラを描いている。ツイッターをしているアセビトならば、少なくとも一度は目にしたことがあるだろう。トマトちゃんも、何度も目にしている。なんなら、日常アカウントでフォローもしている。そんな、モモンゲ氏であるが、本日、とんでもないツイートをしていたのである。それが、こちらだ。ゴータンライオネル、エルデンリングの玉ねぎ、喋らない NPC だからかゲーム内の印象が薄い。なんならゴートマトちゃんのイメージのが強い。トマトちゃんが、晒されている。名指しで、晒されている。全世界に、晒されている。なんで？これは、とんでもないことだ。そう、モモンゲ氏のツイートにて、トマトちゃんが、晒されているのだ。アセヒト諸君は言うだろう。トマトちゃん、落ち着くっぴ。これは、ライオネルのイラストであって、トマトちゃんではないっぴ。と。わかっている。もちろん、わかっている。表面上は、そうだ。ライオネルのイラストを描いて、そういやこいつ喋らねえな、となって、この装備、トマトちゃんの印象強いな、と思って、なんならゴートマトちゃんのイメージのが強い、とツイートしたのだろう。よく考えてほしい。ライオネルよりも印象が強いということは、それもう、トマトちゃんじゃん。ライオネルではなく、トマトちゃんなのである。表面上はライオネルを描いてます。だが、トマトちゃんの方が印象が強いので、トマトちゃんを描いているようなものなのだ。晒された。名指しで、晒された。これまで尊敬していた絵師に、晒されたのだ。ますます食事も喉を通らなくなり、サインの練習をする時間が増えてしまう。どうしてくれるんだ。ただ、それによって、食費は浮くだろう。トマトちゃんの家計は、助かる。家計が助かり、貯蓄が増える。しかし、今の日本を見てほしい。人々は、先行きの見えない未来に不安を抱え、浪費を控え、貯蓄に回している。一見すると、いいことなのかもしれない。しかし、それでは、経済は回っていかない。お金は、使わないと、意味がない。使わないと、経済が停滞していく。経済が停滞すれば、給与が増えない。少ない給与は、さらなる不安を呼び、浪費せず、貯蓄に回すだろう。それが繰り返され、どんどん経済は落ち込んでいく。これを、負のスパイラル、という？ゲームで言うと、負けパターンに入った。積んだ。
クソゲーという状況であろう。こういう時、ゲームならどうするだろうか。そう、運営がゲームバランスを整えるのだ。それは、日本でいう、政府だろうか。いや、そうではない。神、だ。神は、どこにいる？神は、トマトちゃん寮にいる。入るのだ。トマトちゃん寮に、入るのだ。目覚めよ。ご視聴いただきありがとうございました。好きあらば洗脳。あと、モモンゲシのツイッターは概要欄にあるので、ぜひ、ご覧あれ。